次にあの美しい国とは何かというブックレット、今あの安倍政権100日評価の赤い本ですね、あれが大好評ということで、次に、美しい国とは何かというあの緑本ですね、今日あの表紙のデザインが上がってきたばっかりですけれども、これいかがですか。これも始まってるんですか。まあ、始まってますよ。始まってますよ。始まってるの。始まってますよ。なんだなんだ。あのですね、これはですね、やっぱりこの前僕たちは100日に評価っていうことを、ね、日本で初めて100日で有権者はきちんと評価するんだってことを僕たちやったんですけどね。その時に何を目指してる、あの首相かわからないってあったね、美しい国って何なんだと。で僕も本当にそうだったんですね。でもなんとなくね、その後僕たちはそういうアンケートで出てきたいっぱい課題に関してね、いろんな人たちと会って議論をずっとしてたんですね。でそれがこの今出すこのブックレットで、あの東大の佐々木さんとか竹内平蔵さんとか、今あのなんか安全官邸機能の強化のこの前の国家安全保障会議の石原信夫さんとかね、それから美しい国ってあの安倍さんが出してる本の中で唯一引用された人が松本健一さんっていう麗澤大学の先生なんですが、みんなに会って議論して、ね、なんとなくね、なんとなく分かってきた分かってきたっていうのもよりもですね、その多分その若い世代ですから、安倍政権 の, そのチームもですね、僕若いって僕と同じ前ですから、とにかく仕事はすごくしようとしてるんですね。ただ僕はなんとなくいろんな人たちに仕事をさせて、その中で生き残っていく、こういろいろこう初めが選ぶっていう、多分小泉さんはこれをやるって決めてそれをやらせたんですけど、安倍さんはいろいろやってみていっぱいチームを作り、その中で本当に動くっていうものを動かせるよう動かすようにしてるんではないかっていう感じはちょっとしましたね。だからそのプロセスにおいては、そのいろんな動きがいっぱい出るわけですね。会議だらけになっちゃうから、何やってるのかわからないっていう状況になると思うんですけどね。でもなんとなくですね、その会議の作り方とかいろんなやってることに関して少しずつなんかの感じがね、見えてきたなって気が僕はしてますね。でだから多分僕はね、安倍さんって支持率が結構底打ちし始めたっていうのも、あの何やってるのかわからない政権からね、まあ、なんとなくやってるなと。だけどそれが正しいかどうか別にしてですよ、それがあったから一応その支持率が下になってきたんじゃないかと感じしました。それが多分ですね、僕も分かったんですが、これのブックレットを読めばね、なんとなく皆さんも気づくような気がするんですね。それは何かっていう話です、うん、なんですけどね。まあでもそこの何かっていうものは本を読んでも楽しみっていうことですかね。そう楽しみなんで、だから美しい国っていうのは彼はやっぱりアイデンティティで誇りを取り戻したいんですよ、日本の、うん、日本人のね、うん、ただそれがまだきちっと説明してないんですね、うん、安倍さん自身はね。でも少なくても市場をベースにして競争し合っていくっていうところから、国家が政府が何かの形をこう役割を果たさなきゃいけないという大きなその転換がちょっと見えてきてるような感じがするんですね。でなんとなく小泉政権とはかなり違うんじゃないかと僕は今感じてるんですね。で実はそういう僕たちが思ったこととか有識者が言ったことを最後に官邸に行ってですね、あの補佐官の高田さんも世耕さんに全部ズバリ聞いてるんですね。そういう話も全部載ってますから、ぜひ読んでもらえればと思いますね。楽しみです、発売はだいたい5月ですか。5月じゃもうすぐですよ。もう4月もうあれですか、もう来週か再来週ぐらいじゃないですか。なんでそんな本の宣伝をしようとすると笑うんですか。いやもうちょっと中身を説明してもいいかと思うけど、中身やっぱり買ってもらわないと、ね、はい、分かりました。はい、分かりました。じゃあ楽しみにしてます、はい、あそれでいいのこれ、はい、